黒い剣士。ドラゴン殺しの威力見てやるぜ。左手の義手、ずいぶんごっついが。リッケルトが何か仕込んだとか言ってたな。そうか。すごい大砲。ライテムな。オッケー、分かってる。盗賊か？兄ちゃんすげえ剣持ってんじゃねえか。置いてってもらおうか。行くぜ。強い。この場からとっとと消えた方がいいぜ。死んだくなかったらな。はあ、何言ってる。死ぬのはてめえの方だ。でかい剣だ。すごいか。もうせ、今さら聞けねえよ。ああ、どうやらそのみてえだ。もうせ、来たな。悪霊まで。盗賊の奴らにも見えるのか。烙印が薄く、亡者ども。さあ来い。早速来やがった。上の方か、いいだろう。ほら、なんだ、木に取り付くなんぞ馬鹿げてるぜ。大砲だと。なんて真似しやがんだ。でもいいね、リッケルト。強い。ドラゴン殺し。鼓動が作ったドラゴンを撃ち殺すための剣。いい剣だ。ドラゴンがいなけりゃ、持ち上げることができなけりゃ意味のねえ鉄の塊。俺の戦向きじゃねえか。そうだよ、ガッツのために作られたようなもんだ。出てきたか。行くぜ。出てこいよ、強いやついた。生き残るかよ。オッケー、全員やったか。よし、ドラゴン殺し、ガインガインって音がするようになった。さあ、朝だ。恐怖を殺意が塗りつぶしていく。もう昼間寝るしかないね。